はい、開けます、一部ね、裁判の内容などは、伏せてみたいと思います、前略年を面会差し入れ毎回ありがとうな。最後なんですけども、ここは僕の言葉で読みたいと思います。人間、死ぬまで夢を持て。所詮夢が叶わなくても所詮夢やから。学問は問わない、経験が全てや。浜ちゃんよりということです。うん、いや浜ちゃんってね、ほんとこう、まず一つはブレないっていうのを僕好きですね。出会った時から今に至るまで、浜ちゃんは浜ちゃんのままなんですね。今回のことに関して、反省してないのかって考えた時に、しっかり僕は反省してると思います、反省した中ででも自分の考えを貫き通すから、まあ、こういうことになってしまうんですよね、でまあ自分の考えを貫き通す人っていうのは、まあ一つ魅力がありますよね、教科書では教えてくれないことを教えてくれるの で僕も話す中で浜ちゃんの考えっていうのはすごく好きでした、で今も大好きです、この中に、文面として出せる部分っていうのは本当にごくわずかなんですね、あと一つは一番最初の方は、みんなで花見行った時お弁当欲しかったなと書いてたけども、まあ、なんかそういうとこうね、なんかグッときちゃいますね、でまあ文面全部に関してもそのなんていうか読んでて、嘘がないっていうのはすごく大事なとこかなと思います。なんかこう切れ物書くわけでもないし、本当に自分の思いのままを全部文章にして、ここに書いてるので、すごくそれはこう感じます、最近浜ちゃんリメイク僕やってるじゃないですか、でまあそれの一つとして、浜ちゃんの魅力を今まで撮ってきたものをもっと分かりやすく面白くして皆さんに伝えたいなというのがまずあるのと、やっぱ浜ちゃんとね弁解に行っていうのはやっぱもう常に気にしてるんですよ。俺らのどうなのかとかね、もうみんな俺のこと忘れてんのかなとか、でそこでなんか浜ちゃんと話した上で、浜ちゃんもリメイクしてもう一回ちょっとやりましょうかって言って、おーみたいなこと言うんですよ。でそこでまたみんなのね反応を見て、まあ、花ちゃんに、伝えたいなと思って今リメイクさせていただいております、まあ、今回ね懲役が確定したんやけれども、まあ、僕と浜ちゃんの縁っていうのはまあ切れることでもないし、まあこの中に書いてるんですけど、まあ、見事引き受け人が弁護士さんも伝えて、で裁判の方にも裁判所を伝えたんですよ、まあ、僕がなるということ、それってまあ僕らの覚悟でもあるし、やっぱ一生ね、やっぱ浜ちゃんと付き合いしていきたいなと思います、付き合いしていきたい理由とすれば、まあ、本当に浜ちゃんの人間も好きやし、まあ、一番はね、どつき合ったことなんですよ、そっからの、まあ、友情っていうのは僕の中で崩れないっていうか、あのリングの上で殴り合ったことっていうのは僕の中で一生からですね、で浜ちゃんもすごくそれを思ってくれています、いや次出てくるのがね、まあまた言いますけど、まあ気長に参りましょうということで今日はこれで終わります。おいっす。